こんばんは。お疲れ、かわいいハート待ってたよ。お花ありがとう。こんばんは、中村舞です。めっちゃ眠たくってさ、寝てたよ。うん、待ってたよ、ハート、ありがとう。お花も、うん、かわいい、ありがとう。声枯れてる。でもガラガラかも、ちょっと。疲れがマックスに達しました、中村舞。手紙ありがとう。もうなんか可愛い、可愛い、可愛くない。もう今日はこんだけです。顔のあの3分の1配信。ああ本当に本当に、もうなんてことですか。目がうるうる。あ、さっきあれさしました、目薬。ありがとう。あ、本当に本当にダメですよ、ダメダメ。もしくは顎配信です。顎しか見せません。あ、なんかちょっとなんか今日さ、ピンクなの、これピンク色、なんか画面通したらあんまピンク伝わんないんだけど、結構ピンクなんですよ、ピンク。まあ両あのセットアップなんで、見てください、上下ピンク。なんか着てない感があるって言われたんだけど、嘘、いやー着てるよ、線入ってるじゃん。私の肌色こんな色なの？ちょっとかわいい。あ、ありがとう。そう。こうしたら、ちょっと、やばーい！着てないかと思った。着てました。残念でした。残念でした。噛んだ。やばい、今日ね。もうね、顔がね、映せませんので、皆さんにはこの辺を見といてもらいましょう。ありがとう。あとも帽子もありがとう。初見さんはありがとうね、来てくれて。今日はここまでです。顔のここまでしか映しません。あとは中村舞で検索してください。はーい、検索、中村舞で検索したらそれらしい人がいます。見せてあげて。嘘、
白目の時あるよ。あ、嘘、こうしたらやばいやばい。こっちさ、三重なんだけど、今日美肌機能使ってますか？もう使ってると思うよ。わかんないけど使ってると思う。だってねえ、使ったもん勝ちでしょ。わかんないけどなんかエフェクトみたいなのあるよ多少。ああ、本物の私を知りたければ会いに来てください。すごい、何これ、ガオーみたいなやつ。え、すごい、オオカミ？ありがとう。ウルフウルフ。ありがとう。前髪切った。あ、え、切ったよ。きん、え？お、いつだっけ？なんかさ、短い、あ、昨日は、え、あれ、一昨日に聞いたかな、お姉ちゃんに聞いてもらいました。ショールーム終わった、終わってすぐにお姉ちゃんの部屋に行って前髪切ってって言って、なんかショールームしてる時にもう前髪が限界だったんですよ。鬱陶しくってすぐに聞いてもらいました。実はそうなんです、バレました。ちょっと前髪が、じゃあ前髪は見せときます。あれ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 、あ、なんかこう画面の端っこに行くと伸びる効果があるのかシースルー、いやもうこれは汗ですよ。今日いっぱい、まだお風呂入ってないもん、動いて眉ではなさそう。眉じゃないよ。マイキューもおでこ広め。マイキューもって誰と、ま、もなのねえ、誰、マイキューもおでこ広め、誰がおでこ広いの。あ、もう確かにおでこ広いんだよね。ちょっと そっちの方が気になる。誰が広いのか気になりますね。俺か、そんなことある。珍しく詰めてる、うん、気になりましたね、その言葉。もうこの話は耳を見ることしか見るところが、ん？耳しか見るところがない。え？目を見ろ。まあじゃあ耳を見といてください。これが耳です。耳小さい、そんなことないよ。じゃじゃーん。耳だ、やばい。
隠しとこう。紙ゴム、え、ごめん、めっちゃ適当でしょ。なんかさ、ボサボサだったの、もう本当に。だからやばいと思ってピュッとパッて結んだんですけど、適当すぎて。ありがとう。深爪？え、ちょっと待って、今日爪切ったの。中村舞、本日爪を切りました。じゃあ深爪かな。白い部分ない、白い部分はいらない、ピンクの部分だけで。じゃあ切りました。何にリップ使ってるか、今日は何も塗っていません。最近そしたら唇の皮がめっちゃ剥げてさ、血がさ流血するんだよね、よく。マジで保湿は大切。しかもさ、秋とかって乾燥し始めるんじゃないですか。そうなんだよね、脱皮する。ありがとう。そうなんです。でも今は、うん、唇は油が出ないから保湿は本当に大事です。え、マジでそうだよね。しかもさ、唇ってさ、すぐにさ血が流れてるからこの色してるんでしょ。でさ、もうピリってなったらすぐに流血するからさ、うん、唇は油が出ない。まあ大丈夫です、私はラーメンで油を潤う、油を注入してます、潤わせております。ズル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 、だからキスするんだよ、知らないの？すごい恋愛上級者がいる。教えてください。そうなんですか、唇を潤わせるためにキスするんですか。そうなんですか、勉強になります。知りませんでした、そんなことが学べるなんて。恋愛よりラーメン、そう、私の恋愛、あの唇うるうる術、ラーメン。背脂たっぷり、もうブツブツが。背脂ってさ、なんていう、こう白いブツブツみたいな、溶けきってない油唇につけて。
尾道ラーメンの唇。でもね、マジでいいなって思うのは、辛いものを食べた時になんか唇が、なんか何ですか、生まれ変わる気がします。なんかすごい腫れて本当になんかもう真っ赤になるんですよ、あの辛いもの食べたら。でヒリヒリして、なんかなんて言うんですか、スクラブ効果みたいな感じで一回なんかちょっと腫れていい感じになる感じがするんですよ。あれってやけど、あ、そうなんですか。毎日やけどしとるかもしれん。そう、かわいい、ありがとう。炎症起こしてる。辛いのめっちゃ食べる、マジでめっちゃ食べる。うわっ、もうね、本当に今思い出した、なんかご飯そういや送ろうと思っとったのにまた寝てしもたんよ。もうね、あのね、メールが22時までなんですけど、22時21時半とかに「やばい!」って寝落ちしちゃうんですよ、もう送ろうと思いながら。でまた送れんかったってなって、そうご飯なんか今日これ食べたよとか送ろうかなって思っても送れない激辛じゃない。普通に今日の家ご飯こんな感じとか。何食べたの？え、もうね、めっちゃ美味しいもん食べたよ。メンチカツとさつまいもご飯と味噌汁とサラダと。え、そうだよ、健康的。ちゃんと家でご飯結構食べるんで、お姉ちゃんいるし。とラーメンラーメンは、これから食べるかもしれないし食べないかもしれません。締めのラーメン、閉まらない、始まるラーメン。メンチカツで唇潤ってる？マジ？そうでもないなそうでもないね。何の味噌汁？豆腐？豆腐と青さ。なんかさつまいもご飯って秋感じるよね。ありがとうございます。もうすぐ休み言うよ。明日こそは起きてますように。
うん、やだ、いつの日か睡眠しながら配信する日も遠くないかもしれません。もう定点映像で睡眠の様子を。顔半分しか見えない。じゃあちょっと遠目で、なんかいやいやー、ダメだこりゃ。ありがとう。見えた。これが中村舞でした。イエーイ。あってたよ、ありがとう。ちょっと壇上呼ぶね。タロスさん、リョンキューさん、ハヤリンガさん、クタロさん、アオさん、クマネーパパさん、マンモスビアさん、モタマチさん、キナペコさん、シーサーさん、マッサさん、コペンさん、アウディさん、ありがとうございます。うわぁダメだ、おやすみなさいまで。どう、服は着てます。寝起きの顔してる。お疲れ、ありがとう。おやすみ、おやすみ、おやすみなさいませ。またねー。